はい、どうも、やってきました。ポポッチです。はい、チェリッチです。さあ、今日はですね、アオッチンさんの動画をお借りしてコラボ企画やっていきたいと思います。はい、イエーイ。イエーイ。今日の企画は、はい、日本三大歓楽街の中洲にやってまいりました。中洲に、はい、やっていくのはですね、はい、まあ、福岡中洲の女の子のノリを検証していきたいと思います。イエーイ。はい、ではやっていきましょう。レッツドテイ。行きましょう。もうね、バンバン声をかけます。ただ今日は平日ですけども、そう、ね、金土日はもうここがすごい、まあ、すごいっていう風な噂を聞いて今日ここに来ております。なんすでもね。童貞は、そうね、なんか飢えてるっていうのが、飢えてるっていうのはあれから、はい、今日はこの企画でも卒業までの、そうね、手前にノリがいい検証をして、あわよくばっていうのをね、はい、狙ってますんで、はい、よろしくお願いします。いけるんじゃないかなと。おっと早速ですね、2人組がじゃあ、あれにちょっと声かけてみようと思います。今 YouTube の くらいかな、感じですね。まあでもね、ポッキーチは初めてって言われたんで、うん、まあいい記念にはなったのかなって、はい、いただきます。いただきます。じゃあ次行きましょう。レッツドテイ。レッツドーデイ。モザイクも入れれるよ、モザイクも。今日はね、じゃあ、一人だけ、ノリがいい美里ちゃんに、はい、そうですね、まあ、どこまで、はい、ノリがいい、まあ、ノリがいいイコール、ホッキーゲームっていうのは、昔からね、定番だと思うんですけど、あるじゃあ、安田美沙子に似てる。あー、安田美沙子に。めっちゃ似てる。
身長も高いし、そうそう、万能かなと。そこで、まあ、はい、ポッキーゲームして、その距離感と、あの、ノリ、ね、どこまで逆じゃない、逆じゃない、ほらノリがいいのかっていうのを、まあ、定番のね、ポッキーゲーム先輩の前ですよ。いやいや、先輩はもう僕のポッキーゲームモザイクモザイク、もう先輩の前で、ね、そのぐらいで、そう、今20人くらいして、18人は、あの、チュッてなってさ、ノリがいい、残りの2人はこう、あの、加えた瞬間ちょっとやっぱ低くこんなエビノリあるのそこまで、そうちょっとノリがね、やっぱりでも高確率でやっぱ今回の予定はノリがいい、ノリよく見よけてやなと思ってます。まあ、それぞれですから、ちょっといろいろ検証していきたい。じゃあぜひ、どうでしょう、美里ちゃんも、はい、いいです、ありがとうございます、許可もらいました。ちなみに私の名前はチェリッチです。はい、チェリッチです。僕はあのめっちゃ卑猥なんですけど、パコチって。チェリッチパコチでやってますので。パコチがやったらね、別なことがおっぱじまりそうなので、僕はあのセーブしてる。チェリッチの方が。はい。まあ、ニヤニヤこれはもういろいろモザイクなりかかります。じゃあさ、ちなみにどっちがいいですか。結構高確率でチョコがいい。皆さんね、バーマイ系がね、女性なんで、ね、車が来たらね、じゃあ、あの、お口を拝借させていただきます。こっちが加えんの？そう、あの、お互いに加えます。お互いに加えます。あ、はい、お、いいですか。いいなぁ、羨ましい、安田美沙子と。いいなぁ、緊張すんの。せーの、はい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 、うわぁこれ20分の3の方いった。ほぼ半分。めっちゃ動くやん。さあ、俺がこう。めっちゃ出たのかと思ったの。チリチ前の目。まあ、まあ、でもね、来ていただいただけるとね、やっぱノリがいいっていう方なので。はい、ありがとうございます。大変やね。またよろしくお願いします。またまたよろしくお願いします。ぜひ、あの、チャンネル登録の方。何がいいのかな、青チーズ。YouTube やって見たりします。すいません、お時間いただいてありがとうございました。またあの素敵な夜を。はい、青チーズです。青チーズです。忘れないでください。ありがとうございました。失礼します。失礼します。失礼します。さあ、まあね、行ったというところで、はい、やっぱ減少期がちょっとずつ近づいてる。そうそう、やっぱりノリがいいっていうのはね、ちょっとね、実証はされたっていう。上唇がね、そう、若干やっぱね、チェリッチだけ羨ましい。そう、うん、よし、レッツドテイン。すみません、あの、僕ら YouTuber なんですけど、リクエストだけはお付き合いいただきます。いろんな、そこに次はあのエッジが効いた人いきたいと思います。あれやってきますか。レッツドテイン。あ、先生、ちょっと今 YouTuber なんですけど、リクエストだけインタビューを。急ぎですか。あ、急いでますか。中にはこういったね、ちょっと時間がね、まあ、これだけこうガチでやってるっていうことですよ、はい、断られるっていうのは。ただあの、皆さん声をかければ成功する確率があるっていうのは今日検証で出していきたいなと思ってるので、はい、じゃあまた引き続きやっていきます。探していきましょう。レッツドテイン。やっぱ夜中の1時回ると人通りも減ってきますね。減ってきますね。ただあのこれもう本当にあの端っこの方ではあるので、うん、もうちょっと中入っていくと、ちょっと奥に行ってみたいと思います。奥に行ってみたいと思います。レッツドテイン。ただあの結構話してくれた。
話は聞いてくれ、まあ、なんならトッパやったらいけるって言ってます、はい、ちょっと細かったな、極細ですか、太い方、太い方が好きっていうことです、僕は飲みない、まあ結構ノリがレッツドテイン。すいません、僕ら YouTube してるんですけど、はい、よかったら2分だけインタビューとかって答えてくれます、2分だけでもいいので、検証結果、結果は、はい、ドンドン20組中の3組っていう結果でした。まあ、でも皆さん足を止めていただいて、はい、質問には答えていただいたんで、まあ、非常に、まあ、トータル的にはノリが良かったのかなっていう印象を受けました。あとはやっぱりこのね、チェリッチの外見、まあ、ポテンシャルもあるのかなって、まだまだ成長の余地はありそうですね。まあ、また今後もまた面白い企画をどんどん考えていきたいと思いますので、はい、レッツ Okay.